こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は観月です。これは観察の観に月とも書き、月を見ること、陰暦8月15夜の月見を言います。満月は大円境地の我が心に例えられますが、その心の月を見るということは五境に達したことでもあります。見よ見よ老月つくは、今年もすでに暮れる、誠に光陰やのごとし、寸刻の油断もするな、ということであります。では今から観月を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。